一番有名なところですと、キャッスルバニアシンフォニーオブザナイトの、ディレクションとプログラムっていうのが一番有名だと思うんですけれども、日本国内の方ではですね、ときめきメモリアルっていう作品がありまして、それのシナリオなんかもちょっと書いちゃったりしたりしてます。一番好きなのは悪魔城伝説が一番好きなんですけれども、その他にこれもまた日本国内だけでの発売なんですけれども、悪魔城ドラキュラ X 血のロンドっていう作品がありまして、それもすごい好きな作品の一つです。その元になったタイトルなんですけれども、パソコンのしかも日本国内でしか発売されてない作品なんです。当時パソコンなんてのは持ってる人いませんので、今の時期になってもう非常に移植希望が高まってきていると。しかもこの作品の評価が非常に高い、自分で今遊んでも非常に面白い作品ですので、これをまあファンの皆さんに遊んでもらえない、海外の皆さんにとってはですね、全然見てもいない作品ですので、これを今復活すべきだなと思いまして、今回このタイトルを選ばせていただきました。キャッスルバニアの第1作目のリメイクになります。ストーリー的にそんな劇的なものはないんですけれども、ドラキュラを倒す宿命を負ったベルモンド一族の末裔のシモン・ベルモントが聖なる鞭を手にドラキュラを滅ぼしに行くっていう、もうすごい単純なお話です。ファンなら誰でも知っているお話だと思います。で、まあ、ゲーム性なんですけれども、まあ、その1作目のリメイクということもありまして、ゲーム性はその流れを受け継いでおります。ただプレイヤーのですね、操作性が非常に格段に良くなっております。まあ、具体的に言いますと、ジャンプ中の軌道が変えられたりとか、ムチが、まあ、ジャンプ中にですけれども下方向に打つことができる、まあ、プレイヤーの操作性が上がっていることで非常にまたゲームもより面白くなっているというようになっております。僕の頭の中ではですね、次に作りたいなというのはもう決まってるんですけれども、まあ、それを実現できるかどうかというのはですね、皆さんの熱い要望にもかかってると言っても過言じゃないです。今回の、まあ、インタビューの中にちょっとヒントが隠されてるかな。優れたゲーム性っていうのがまず大きいと思うんですけれども、それに加えたその濃厚な世界観っていうのが、まあ、一番大きいところだと思います。そこに加えてですね、サウンドとグラフィックの非常に高いクオリティっていうのが、まあ、皆さんによく支持していただける大きなゲームじゃないかと思います。実は発売時期に関してはまだ皆さんにお知らせすることはちょっとできないんですけれども、まあ、今企画を詰めながらそのゲームの下地になる部分を今作っているところです。まあ、非常にあっと驚くようないろんなことを考えておりますので、皆さん楽しみにしていただければいいなと思います。で、今回のスタッフはですね、非常に豪華なメンバーを集めさせていただきました。まあ、具体的にまあ言いますと、まあ、キャッスルバニアシンフォニーオブザナイトのスタッフであるとか、悪魔城ドラキュラ X 血のロンドのスタッフであるとか、まあ、僕が知っている限り この人はドラキュラに絶対必要だという思う人たちが集結されてチームが作られております。はい、一番この大きな理由としましては、アクションゲームの寿命の短さっていうのがポイントです。ゲームって非常に高いと思うんですね。その分長い間楽しんでもらいたいなと、どうにかしてアクションゲームを長く遊ばせるっていう方法を考えたかったんですね。今までのキャッスルバニアっていうのは、ラウンドをクリアしていくタイプだったんですけれども、まあそうではなくて、まあ、城の中を探索型にすることによって長い間遊んでもらおうという考え方で、まあ、今までのキャッスルバニアシリーズとは大きくものすごく変わったところだと思います。それとですね、アクションゲームはやっぱり得意不得意があると思うんですね。その得意不得意があるっていうだけで、同じお金を出しているのに非常に
アクションゲームが不得意な人はエンディングまで見れないというのは、そのお金分だけ楽しんでるとはとても思えない。そこでまあ成長することによって、そのアクションゲームがそんなに得意じゃない人でも最後まで楽しんでもらおう、そういう考え方を盛り込んでいった結果が、あのシンフォニー・オブ・ザ・ナイトっていう作品になりました。あとストーリー的にもちょっとあの今までのキャッスルバニアよりも凝ってるとは思うんですけれども、まあキャッスルバニアシリーズっていうのはまあ歴史的につながっているようにこう作られているんですけれども、実はその根幹的なところでつながってなかったりとか結構するんで、そのあたりをこのシンフォニー・オブ・ザ・ナイトの中では歴史的につなげてまとめることによって、やっぱりそのキャッスルバニアシリーズの世界観っていうのを奥深いものにちょっとしようかなと思って作ってました。